いつもロペラーヨショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年モデルアウディ TTRS ロードスターを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー複数箇所、フロントガラスに飛び石、右ドアエッジに傷がございます。それ以外に大きな傷やへこみはございません。走行距離に関しましても約6000キロと非常に低走行かつ車両コンディション良好な1台でございます。外装色はアップルグリーン、インテリアはレッドステッチ付きのブラックレザーが採用されております。アウディの人気オープンカー TT ロードスターをベースに、数多くの専用装備チューニングが施されたハイパフォーマンスカーでございます。また外装面に関しましてはグロススタイリングパッケージが装備されておりますので、非常に引き締まった印象を受けるお車となっております。ヘッドライトに関しましてはマトリックス LED ヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 2.5 リッター直列5気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は400馬力を誇ります。足元に関しましてはオプションの純正20インチセブンスポークアルミホイールが装備されております。キャリパーはレッドキャリパーが選択されておりますので、足元も非常にかっこいい1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましても大型のウィングが装備されておりますので、非常にスポーツルックなお車となっております。またテールライトに関しましては LED が装備されておりますので、非常にデザイン性あふれるお車となっております。マフラーに関しましては2本出しのマフラーが装備されております。重厚感あふれるサウンドをお楽しみいただける1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。コンパクトなオープンカーではございますが、しっかりと奥行きが取られております。また目立った傷等もなく綺麗な状態でございます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはレッドステッチ付きのブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。また内装にはアルカンターラ素材が多く使用されておりますので、非常にスポーティーさを感じさせる室内です。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては RS 専用のスポーツステアリングが採用されております。素材はレザーとアルカンターラが使用されております。またこちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能となっております。さらにはクルーズコントロールも装備されております。快適なクルージング走行もお楽しみいただけるお車となっております。ナビゲーションに関しましてはバーチャルコックピット内に表示されております。またこちらは地デジの視聴も可能です。さらにはバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。非常に滑らかかつスポーティーな加速をお楽しみいただける1台です。走行モードに関しましてはステアリングのスイッチにて変更が可能です。アウディドライブセレクトが装備されておりますので、スポーティーな走行から普段使いまで幅広く対応することができます。またエキゾーストの切り替えスイッチも装備されておりますので、スポーティーなサウンドもお楽しみいただける1台です。またシートヒーター、エアスカーフが装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。ではホロの開閉を行います。
コロナ改変に関しましても問題なくスムーズに行うことができます。こちらがホロを閉じた状態でございます。ホロの色に関しましてはブラックが採用されております。またスピーカーに関しましてはバング&オルフセン製のスピーカーが装備されております。最後に気になる車内の匂いですが、特にはタバコの匂いとはいたしません。今回は2018年モデルアウディ TTRS ロードスターを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約6000キロの非常に低走行かつ車両コンディション良好な1台でございます。特注カラーを身にまとったハイパフォーマンスオープンスポーツカーでございます。数多くの専用装備、専用チューニングに加え豪華なオプション装備が豊富に備わったお車でございます。また走っては400馬力を発生させるエンジンにより快適なオープンスポーツをお楽しみいただけるお車です。新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますので、納車後も安心してお乗りいただけます。スポーティーなオープンカーをお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。